日本の仏教、街ではイルミネーションなどすでにクリスマスの雰囲気でいっぱいです。10月まではどこもハロウィンの飾り付け一色でした。そしてクリスマスが終わると一気に お正月の飾り付けに変わります。日本人の宗教観は独特です。日本人はハロウィンを楽しみ、クリスマスを祝います。お正月には神社に 初詣に行ったり、宗教の寛容性が普通です。日本に住む海外の方たちも最初は驚いたかもしれないです。京都にあるお寺の副住職は 宗教の違いとは、食の違いと似ていると言っています。また、信じる宗教が違っても、お互いを尊重し、仲良くするということが、 大切なことだと言っています。